滋賀県大津市内にある住宅街、この場所でなされた歴史的な大発見が幻の城、坂本城の外側と思われる30メートルもの石垣が初めて見つかったということです。坂本城、1571年、延暦寺の焼き討ち直後、織田信長の命により、明智光秀が琵琶湖岸に築城したとされています。 1979年から発掘調査が行われたものの、しばらくの間、城本体の遺構が見つかりませんでしたしかし、1994年に琵琶湖の水位が観測史上最低を記録した際、城の本丸の石垣の一部が湖の中から出現。 普段は湖の底に沈んでいて、地上に一切遺構が残っていないことから、幻の城と呼ばれてきました。ところが…。坂本城の端っこ、その外角というのが今回の調査成果で、おおむね確定できるようなことができるんじゃないかなと。正直なことを言うと、やべえなって思いました。<laughs> 去年10月から宅地造成工事に伴う調査をしたところ、 高さおよそ1メートル、長さおよそ30メートルにも及ぶ石垣と外堀が見つかったということです。出土した部分が城の最も外側の囲いになっている可能性があり、城の規模は東西に300メートルほどと見られ、従来の想定より狭まる可能性が高いということです。他にも船ののオールのような木製品や 井戸の跡などが見つかっていて人々が生活していた痕跡が明らかになりました絵図なんかも残っていないのであどんな形だったかサイズがどんなだったかといのが本当に幻だったもう今その幻が現実になりつつあるのかなという実感があります幻の城が現実に大発見に町の人はすごいです今まであの古岸の 石しかか見てなかったので、で感動です。<laughs> 明智光秀さんが作ったとき、それ以降、こんだけ残ってるっていうのは、たびたびの洪水もあっただろうし、それを、そしてまた今、こんな家が建ってるわけでしょ。ですから、やっぱり歴史の流れを感じますね。市は、今週末に一般向けの現地説明会を開く予定です。